にちは、ビーグッドジャパンです。今日は、方南町駅から徒歩5分のシェアハウス、マクシスシェアハウス方南町に来ています。こちらは弊社で管理している物件の中で一番最初にシェアハウスとして管理し始めた物件で、全部で5階建てで、1階はこの通り駐車場になっておりまして、奥の方には自転車を置く場所もあります。そして2階がお部屋、3階がリビングになってますので、そちらに移動したいと思います。はい、それではこちらがリビングルームになりまして、シェアハウスの4階に位置しています。まずこちらがゴミ箱ですね。共有のキッチンで出たゴミを捨てていただくんですけど、ゴミ当番を1ヶ月に1回更新しているので、入居者さん同士で順番に捨ててもらいます。他のインフォメーションもここに設置しておりまして、こっち側にバルコニーがありますので洗濯物を外に干していただけるのと、奥には箱がありますので自分のもの、調味料とか置いていただけます。はい、ではこちらがキッチンですね。このシェアハウスの特徴としては、共有部に大きな冷蔵庫が2つ共有であるのと、お部屋の中に1つ冷蔵庫があります。で、この上の棚とかも入居者さんに置いていただけるように、各部屋分のラベルを貼って分けているのと、あとはガスコンロ3口と下にオーブンもあります。あとはこちらのケトルやオーブン、電子レンジも皆さんで共有で使っていただいているのと、こちら側が結構広めのリビングエリアですね。机やソファーが設置してありまして、奥にはバルコニーもあります。あとは大きなテレビもあるので、みんなでテレビを見ることもできます。そうしましたら、こちらがシャワー、共有のシャワーは2つありまして、このような感じになっております。そしてこちら側を見ていただくと、シャンプーとかを置くケースが各居室分あるので、自分のものを持ってきて置いていただけます。では上の居室部分を見に行きましょう。はい、それではこちらが5階になりまして、入居者さんのものを置いていただける洗面台、各居室分の物置と、こちら側がお手洗いになりますね。はい、そうしましたら、今空いている502号室の紹介をしていきます。こちら502号室です。結構こちらのお部屋は広めになっておりまして、今日置いてあるものはまず冷蔵庫、机、椅子、あとはランプですね。あとはベッドがありまして、こちら側に結構大きめなクローゼットがあるので、お洋服がたくさんある人も安心ですね。あとは、ごめんなさい、こちらにエアコンがついてるのと、ここに物干し竿を置いていただければ、室内でも雨の日に物干しができるようになっています。それでは屋上6階部分に行きたいと思います。はい、それではこちらがシェアハウスの屋上6階部分でして、ランドリーが、洗濯機が4台と、あとは洗剤置き場ですね。洗剤は自分で持ってきてもらってます。で、こちら側に大きな物干しスペースがありまして、景色も6階なのですごくいいです。はい、でこちらのシェアハウスの特徴なんですけれども、やっぱり駅から近いのと、駅からシェアハウスまでの間にコンビニだったりスーパーだったりがあるので、とっても便利です。あと新宿駅までもすごく近いので、はい、あの都心に住みたい方にはおすすめですね。お部屋も結構広いので、ゆったりと生活ができると思います。では問い合わせお待ちしております。